はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。テクモ版キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信始めていきたいと思います。いつもの通りツイッチで配信を行ってます。ぜひ、ツイッチでご覧ください。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please、YouTube で、アーカイブアップロードいたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please This live アーカイブ My YouTube チャンネルアップロード2 days afterツイッターである X のアカウントで、持っております。ツイッチのチャット欄にアドレス記載します。ぜひアクセス、フォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。なんかずっとこれで やってますが戦います。グレミオ戦です。1回目のグルミア戦になるんでしょうね。ドトール君今日は弱まったがパスは成立してしまう。シューズパンチングだが敵に捕らえてしまう。取りに行く。何、どっちがどっちやっけ。ガッツ使うんですよね。バチッサ君がついた。タックル。うわ、シュートしやがった。届かない。よし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 。まだいる。こぼれ玉になった。ナイス、田浜田君。とりあえずトラップしときましょう。パスでいい。プラトン君へ。ナイス、プラトン君。一気に上がっていきます。他の選手も一気に上昇していきます。ここでパス届くかな。ジュウ君へ。さあジュウ君、高い動き、動きを合わせて、ジュウ君シュート。ミオ君か。いや、なんかね、ここでパス通るかな。不安だな。やってみましょう。お、翼くんに通った。チャンスだよ、メオン翼くん。オーバーヘッドキック。やっぱ翼くんはこれでしょう。あ、嘘でしょ、遠かない。いえ、高さがあります。あっと、しかしアンラッキーだった。ポストに嫌われました。
とパンチング、あぶねえ、嘘やろ。あやばいな、何としても1点早く返さないと。佐藤君はパスキャッチ。ここで6番に、6番に、あ、バビントン君へ行きましょう。あ、届かない。バビントン君、パスをキャッチャー決まった。さあ、逃げます。で、どっちでもいいが、プラトン君へ。ただ、敵が近いんだよな。ミオ君が来ました。ここはもう構わずシュートです。磨いてもらってるか。ヘディングシュート、やりました。プラトン君ヘディング、グレミオゴールに突き刺さった。フォーメーションがあるのがいい、あのフォーメーションっていうかセットプレーがあるのが2いいですね。試合再開です。お、こぼれ球になった。敵の4番どこ。お、3人が囲った。タックルだ。まあまだシュートしないだろうか。わ、重ねた。パスを出す。頑張れプラトン君。あー、ダメだ、届かない。思いっきりワンツーリターンだ。やばい、セットプレーか。ここはブロックだったっけ。フォロー動かない、クリア。フォローパスカット、パスカットかな。これシュート、あー決めに入ってしまった。敵の11番ボレーシュート。
試合再開です。ちょっとやばいな、このまま行ったら。7番おっと、早いな。ここはバビントン君へパスです。でもね、どうかな。お、バビントン君ナイスキャッチ。さあここで、ジュウ君がいる。ジュウ君シュート、またもセットプレイ。パンチングか。しかしバチスタ君がいる。バチスタ君ボレーシュート。あー、こぼれ球になってしまうが、田浜田君がここを翼君に。どうか、止められるかな。無理だった。インターセプトを許してしまう。だ、これで一気に前に出られちゃうんですよね。止めに行かないと。リバー君ナイス。さあこれはトラップです。トラップしかない。で、パスしましょう。で、マリーニ君だけど、知ってる。縦パスだ。ジュー君、決まった。でももう時間がないな。何したかかったんだ今。またくんナイス。まあほとんどもう時間ないんで、翼くんへ取られるよねこれ。あ、届かない。おっと、ホイッスル。前半終了です。特に変える様子もないんでスタートです。さあ1点ビハインドの状況で、ワンツーだな。9番とワンツー。ただね、ワンツーあんまり良くないんだよな。またワンツー。ガッツ使っちゃうからな。結構突出しちゃうよね、こういう風にして。ドリブル、こぼれ球になってしまう。サンパウロスローインです。普通に7番の中へ。お、バビントン君が合わせる。このままシュートはしない。8番へ競り合いだ。バビントン君パスです。
たまたくんへ。さあこれで追いついていきます。あの相手のとなると、ここかな。センタリング、当然ボールを向かうが、勢いには弱まったが、とパスは通りました、プラトンくん。さあ今の状態は、まあ、シュートした方がいいな。プラトンくん、いけ。あ、こぼれ球になってしまう。だがここにジュウくんがカバーしている。さあもうごちゃついてますね。翼くんへ。さあ翼くんへ渡します。だから取り囲まれてんな。でも誰がやっても取り囲まれるんで、これシュート、届かない。パンチング、こぼれ球、コーナーキックです。ショートコーナーだな。ショートコーナーでいきます。翼くんの前へ、通るかな、パス届かない。敵の10アーマーもいるが届かない。さあ翼くん、セットプレーだ。ボレーシュート、あー取られてしまうが、まだチャンスはある。フォロー、競り合ったろう。え、何？おっと、ここに田畑くんが渡った。田畑くんはミッドフィルダーです。田畑くんパスは通るか、通かないが、プラトンくんに通った。他がないんで、ジュークに渡して、そのままシュート、ジューク、ボレーシュート。さあ今度はドトール君だ。ドトール君、縦パス決まるか、プラトン君へ。そのまま行きましょう。突っ込んでいっているメオン君。メオン君見られてるか。プラトン君、ボレーシュート。さあ今度はバビントン君へ。波状攻撃だ。翼君へ。どうだ。あ、翼君通った、パスが。敵を2番来たが、もう構わず行くしかないでしょう。ボレーシュート。あー、ダシルバくんが、あー、すごいなこれ。いや、バミントン君変えない。当然パス、あ、こっちからか。11番、プラトン君へショートコーナーで、プラトン君が田畑君へパスして、
川端くん動きを合わせる、だ取り囲まれている。ここに10君どうだろう。決まった、10君に渡った。10君ボレーシュート決まりました。相手のマークをかいくぐってグリミアをゴールに突き刺さって同点です。さあ相手のパスですね。ダシルバ君シュートか。もちろんこれはあれですよ。あれ？え？なんで？ボーンヘッドをやってしまった。さあ7番にパスです。バビントン君へワンツーですねこれ。あ、おっと周りに味方がいない。じゃあ仮想ワンツーで9番へ。だいぶ上がってきた。これね、7番へパスしてバックパス。なんで敵に意味をすごい。ワンツーリターン、これが怖い。止めたいが。浜田君こぼれ球だがシュートを決めてしまう。今度はリマ君です。もちろんトラップ。結構前にいるな。さあバミントンが一気に上がっていきます。おっとこれはパスどきですよ。ジュー君へ。あんまり時間がもう残ってない。せめて同点には。やろう。
違う。いや、通常パス、あれ？お。プラトン君へ。ゴール前なんかいた。ボレーシュート。パンチングだ。さあ、その上がっていく、もう時間がほとんどもうないですね。さあ、ここで翼くんに託します。届くかな。あ、翼くん通った。ドライブオーバーヘッド、吹っ飛ばされた。行くぞ、ドライブオーバーヘッド。どうでしょう。決まりました。同点です。相手のキックオフ、もうほとんど時間ないですからね。さあ、ドトール君と翼君がつきましたね。翼君がインターセプト成功。もうほとんど時間ないからな。やってみる？プラトークシュート、もう決死のシュートですね。無理でしょう。あ、延長戦なんだこれ。チームデータを見てみましょう。これガッツだったよな。ガッツで言えばプラトン君がちょっとバビントン君の負荷がでかいですが、他は変わらないな。さあ、3人が囲んだ。これシュートする可能性あるからな。お、ジュークナイス。ジュークがパス、プラトン君に渡りました。さらに翼くんに渡る。翼くん早い。ゴール前は持っていきます。11番が、抜けようとしてますね。さあ、もっと前来ますが、かいくぐるプラトン君。ボレーシュート、パンチング、簡単には決まらない。マリーニ君、縦
てパスを決めます。田畑くんだ、真ん中に持っていき、どっちか、翼くんだった、オーバーヘッドキック、決まりました。さあこの試合ゴールデンゴール公式じゃないのでまだ試合は続きます。守りたい。こぼれ球になったバビートン君だ、もう1点加算すればまあ安定感が出ます。ジュウ君にキャッチ、と見せかけてジュウ君がバチスタ君へ、これですね。さあここをプラトン君だが、プラトン君ちょっとまだ守りがな、もうちょっとドリブル、ここでなんか翼くんへ、これでいいのか、あ、通った、パス中くんへ、さあ翼くんではなかった、中くんが決めに行きます。中くんヘディングシュート、あーっと敵の4番に決められてしまった。さあバミントン君へ、当然パス、ショートコーナーだろうな、6番へ、さあバチスタ君がミオン君と敵を6変えた、これ結構裏書いた方がいい、ジュウ君へ、あーとミオン君読んでいた、さあタハワタ君へ行ったが、たくさんな人間に囲まれちゃってますね。でももう一回ジュウ君へ、飛びまくってる、あー取られてしまう、それをマリーニ君がカット、5番へパス、あの状態が悪い、あんまり時間ないからな、
どうだろう、ちょっと距離が長いな。あ、しかしバミントクに通りました。一応このままシュートしません。翼くんに渡します。こぼれ球か。さあ今度はジュウくんに渡ったが、プラトーくんへ。囲まれてるケースだと厳しいんだな。試合終了です。5番ドトールくんへ。さあうまくちょっとやっぱり乱したいですね、敵の攻撃を。ダッシルバくんが弱まっただけ。ちょっとやっぱりゾーンディフェンスがうまいな。ゾーンの状態になってるから体勢が悪い。これワンツーしよう。あ、翼くんとワンツーなのか。タハマタくんへ。あ、ジュ、タハマタくんじゃない、ジュウくんへか。敵のご飯来た。プラトンくんへ。ちょっと体勢悪いかな。でも敵の4番が来た。あ、まあでもこのままスルーってなんだ。あ、バランス崩すんだ。なんだそれ。田畑くんがパスか。翼くんがやりましたね。パス結構時間経つんですよね。サイド行きましょう。バチスタ君へ。サイドプラトン君へ。一度翼君へ戻します。一度バミントン君へ。あ、遠かない。そしてリードしてる余裕ですね、これは。さすがにそれはないんで、ドリブルで。お、いいですね、ゴール前に3人います。でもジュウ君だな、一旦は。一番近いからな、ジュウ君が。まあ来るだろうな。そこでなんでこぼれ球になるんだ。さあコーナーキック、バビントンくんへ。バビントンくん、コーナーキック専用の役になってますね。田畑くんへ行きましょう。いや、まだだ。
まあバチスタ君かな。当然敵がいる。フラトン君へ。届かない。さあプラトン君、どんどん時間を消費させていきます。ジュウ君なのか翼君なのか。ジュウ君かな。あれ捕らえたが、アマラウ君が渡すわけにはいかない。ドトール君へ。当然バチスタ君へ。これはバチスタ君通ります。そしてちょっと勝負に行きましょう。翼君へ。これは届かない。試合終了です。マックイン発月を名勝負勝ちましたね。さあこれだけレベル上がってます。バミントン君の特にやっぱり活躍が目立ちましたね。レベルは翼君は7になりまして、最大ガッツが78に。バビントン君も5か。翼君の力がどうしても抜けちゃうんだよな。え、キーパーってだ、あ、キーパーレナート君だよな。じゃあ始めましょう。3回目か4回目ぐらいだよな、パルラメーラス戦って。ブロックは早いだろう。パスカット、こぼれ玉です。ジュウ君がカットフォロー。敵の5番が来たが、これはドリブルで。プラトン君へ。一度ドリブルでかいくぐって、どこがいいんかな。翼君へ。さあ翼君、守りは2人か。なんかスルーが結構有効らしいが、これでバミントン君に渡りました。で翼くんへ。出ていった。こぼれ玉か。サンパウロコーナーキック。さあもうバビントクに任せます。8番田畑くんへ。
や、トラップってなんだ。あっと、パスが渡ってしまう相手に。え、嘘、トニーニョ君のスピードに追いつかない。危ない。助かりました。ワンツーってじゃあ普通のパスか。あ、でも8番とかこの辺がいいな。縦パスです。さあ当然ネイ君、うわ、ネイ君に捕らえてる。嘘でしょ。これブロックだな。絶対シュートすると思うんで、ブロックです。キルフェイントだった。さあ3人囲った。絶対シュートする。キルフェイント連発やな。はあ？あ、これ1対1なのか。シュートに備えるしかない。ネイクブースターシュート。いや、ナイスですね。そのままトラップです。バチスタ君へ。一回翼君へ渡すか。
相手が来たが届かない。翼くんパスキャッチ。さあ9番がこれゴール前にいます。さあこのパス通るか、届かない。 OK 通りましたね。当然キーパーと1対1になりました。さあ競り合いになったが、あーっとトライ、敵のキーパー、パンチング、あー決まってしまった。トニーニョ君のシュートは決まってしまいました。なんとか点を返したい。7番がフリーになっている。え、なんでだよ。バビントン君へ、これはもうドリブルで超えてもらいましょう。え、こぼれ球になるのかよ。あ、ニアテはワンツーリーターン。これを敵を10番キャッチしてしまう。またワンツーリーターンだ。なんかマリーニ君ナイス、バビントン君に渡ります。さあ今度はバビントン君が、ジュー君へパス。さすがにまだ早い。さらにこれをプラトン君へ。さあ結構ゴール前だが、トラップだな。おっと9番がなんかゴール前に実はまたいる。さあ10君へ、構わずシュート、ジェリングシュート、これ球コーナーキック。引き続きバビントン君へ、8番へ、田浜田君へ。さあ田浜田君は翼くんへ。で、翼くん敵が多いな。またコーナーキック。また田畑くんだが、前半終了です。さあ後半戦、なんとか追いつきたい。ネイ君です。
まあ、まともに勝負しないことです。なんか敵の守備が結構硬いよな。ここはワンツー、翼くんもいるが、まあプラトンくんだな。は？だがワンツー決まった。あ、1対1だ。いけんシュート、ジュウくん。あー、なんでこう敵のキーパーこれ強いですね。早速戻るが、ワンツーで一気に前へ出されてしまう。マリーニ君がつく。パスカットだ。消えるフェイント。ん？相手のフリーキックか。まあ、ネイ君はパスです。マリーニ君またもタックル。あ、パスに来たか。ニークに渡ってしまう。ニークサイドから攻める。ブースターシュート、当然パンチング。あっと救われたが、トニーニョ君が、これがあります。ジュークヘディングシュート。あー、クリアされてしまいます。なんでリバックついてくれた。当然パスカットです。リバックナイス、ナイスインターセプト。まあ一度バチスタ君かな。上げていきます。当然体勢が整う。さ、3人が揃います。そのうち誰がいいのかな。
プラトンくんに渡したふりをして翼くんが良さそう。スルー。なんでこぼれ玉になるんだ。ドトールくんだ。翼くんへ。あ、どうかな。今度はまたジュウくんだ。まだこう空っぽなんですね。あれ、これそのまま押し込みは入るんじゃない。行きましょう。シュート、ジュウくん、シュート。え、翼くんね、仕込んだ。ナイス。さあ行きましょう。後半なんだな、気がつけば。こぼれ玉、ジュウくんがワンツーだ。さあ敵の5番が来たが構わずドリブルです。あーっと、インターセプトされてしまいました。防ぎます。ネイ君に渡ってしまった。なんで追いつかないんだ。来た。いや違う、これ絶対シュートした方がいい。でもどうせ消えるなんたらかんたらがあるんやろうな。消えるフェイント反則だろ。3位ドトールくんが これはブロックでいきます。ブースターシュート。あー届かないか。どうだろう。いやー入られてしまいました。今度は本当に入られてしまった。試合再開です。翼くんへ。でこれをジュウくんへ。ジュウくんパスキャッチサイドだがどうしよう。
7番も間なワンツーで、おっとくガッツが、え、なんかチフ君ほとんどもうガッツが残ってない。こぼれ玉になってしまって相手に渡ってしまう。ネイク早いな、ほんと足。さあ2人がついた。反則でした。ネイクパス、はい、トニーノ君へ。あっと抜け開いてしまう。トニーノ君ドライブシュート、パンチングで防げ。ダメでした。まあもうほとんど後半時間がないのでこれは厳しいですね。バビントン君へ。ここでジュー君へ。知ってるよ。マサ君ガッツ使ってもらおう。ドライブシュート、なんかガッツ使うとなんか経験値を稼げるみたいな。吹っ飛ばされた。決まりました。むちゃくちゃだな本当。行きましょう、試合再開。まあもうホイッスルでしょうけど、ニー君どこ、来い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 。ニー君パス、どこ、トニーノ君ん操作が分かりにくい。わっ、トニーノ君前ドライブシュートか。嘘でしょ、ゼロで嘘、動くかよ試合が。もうほとんど時間はない。ホイッスルでした。なかなかうまく進まないですね。さあ再度グレミオ戦となります。
リマとマリーにしかレベルが上がらない。マリーニがこれでレベル5に上がったな。急いでキックオフです。嘘だろ。加藤君がつく。恐怖のワンツーリターン。あ、やばい。鋭いパンチングってあるんだ。マリーニ君がカットです。まだドリブル。ドトール君へ。いや、ついトラップでいい。で、一度翼君につなげようと思ったが、バチスタ君へ。プラトン君でいいと思う。早い。と思ったけどシュート。ボレーシュート、クリアです。浜田君がついて邪魔をする。パスカットかな。こぼれ球になりまして、ジュウ君がカバー。今日には来たが、ここはドリブルでこなし、かわしてほしい。お、結構人空いてきたな。バビント君がいますね。さあ、バビントーク高い動きに合わせる。バビントークジャンプ、ヘニングシュート。ミオ君パンチングか。あー、当たっちゃう。さあ、アマラウ君が邪魔をします。ナイスインターセプト。リマ君へ。うわ、お、危ない危ない危ない。ドトール君に渡りました。それを反対サイドの田畑君へ。田畑君突っ込んでいきます。これをここら辺かな。なんか取られそう。いや、取られない。ミオ君が飛び込んでくるが、構わずプラトン君へ。あージュウ君に渡るが遅いんだよな。ここはシュートと思いきや翼君に渡る。さあ、これを強引にシュートできる。ボレーシュート。
ンくんがパンチング、それをバミントンくんが今度は合わせる、ミオンくんが倒れた、翼くんに渡す、翼くんに通った、引き寄2番はもう構わず決めましょう、翼くんボレーシュート決まりました、先制です。さあ試合再開です。翼くんにつきまとえ、 OK、 タックル、こぼれ球になってプラトンくんがフォローです。反対側のバミントン君へ渡します。そしてゴール前に集合してきたとこを センタリング、スルーするとバランスを崩す、それをバチスタ君が プラトン君へ、で囲まれるがこれをスルー、翼に渡るはず、ん？なんで？競り合う、これ玉になってバミントン君へ、なんだそれ、まだミオン君バランス崩している、翼に渡そう、シュート行きましょう、オーバーヘッドキック、決まりました、再度追加点2対0となりました。さあプラトン君が
かないか。バビント君もマンツーリターンだった。これが怖いんだよな。アマラー君、ブロックは無理なんだ。フォローってなんだっけ。お、ナイスこぼれ球。パスですね。これをバチスタ君がキャッチ。どうしよう、翼くんかな。さあこれを敵スルーしました。まあパスしてもいいかもね。あ、ワンツーかな。さあ翼くん合わせます。一応シュートです。これシュート、ミオンくんパンチング。それをバビントくんが見ている。ミオンくんが来たが、あ、これシュウくんで身構えてるから動かないよね。で、ジュウ君はスルー。え、なんでそっちに行くんだ。いや、スルーはしない。チャンス、ミオン君倒れている。プラトン君ボレーシュート。あっと、それをドトール君決まりました。ナイス。行きましょう。翼くんが、あ、でも翼くん結構作ったの、やばいな、使ってんな。あ、6番がなんか動けてないぞ。あ、6番来たか。これはドリブル。うわ、嘘でしょ。この6番強いな。なんで何もできてない。ようやくアマラー君対応した。ブロックです。あ、やばい。ナイスパンチング。どこにいるんだ。センタリングか。これ玉になってコーナーキック。おっと、前半終了です。
さ相手からですね、お、2人ついた。プラトー君も ついてくれました。パスカットかな。なんだこれ、鋭いタックル。そうだ、これ反則取られる恐れあるんだ。いや、これはもうドリブルです、翼くん。ただね、ガッツちょっと気をつけないとね。9番へ弱まったが、まだいるのか。あ、届かないか。10君にパス成立。どこにいるんだ敵を6番。敵を6番強いよな。さあ、ここはもう気になるのはパスです。お、なんだこれ。もう、ああ。縦パスをスルーです。敵の5番が来たが押し込みます。こぼれ玉になった。さあ、翼くんが焦っていっている。お、さらに、あ、プラトくん、あんまりガッツがない。翼くんの方がガッツある。このまま行きましょう。翼くん、ボレーシュート決まりました。一方的な展開になってくれてますね。タト君がパスカットだな。これはダメです。こぼれ玉になった。ナイス。そしてバビントン君へ。早速ついてますが、契約ですね、翼くんへ。さあ、アーセルがこれをそのまま決めるわけがない。ジュークに渡ります。ジューク、ボレーシュー。リオン君パンチングでボールを守ったが、リオン君がいる。リマ君かで、6番にバチスタ君へ。さあ、これをプラトン君へ渡して、そのプラトン君は当然ジュークに行こう。ジュー君がシュート。これシュート。パンチングか。今度はバビントン君へ。バビントン君パスキャッチ。さあ、そしてトラップ。あかん。一度タハマタ君へ渡します。さあ、ゴール前には3人がいる。誰でもいい。
トンバもいるが、弱まったが、さあそこをジュウ君が、プラトー君へ。読まれてないな。え、なんで？反則を食られてしまいます。え、敵の6番なんでこんなに近くにいるんだ。競り合ってみよう。あ、結構プラトン君へ。で、これをスルー翼君へ。え、なんで敵に渡るんだ。ジャンプからトラップか、突っ込んでいきます。あっと、裏をかかれた。こぼれ玉になってコーナーキックです。マラウ君がボールをカット、ナイス。さあこうしてるうちにどんどん時間は過ぎていってます。ワンツーですね、これ田畑くんと。さあもう一回ワンツー翼くんと。見余ったが、そこをバビントンくん。バビントンくんガッツがガッと減ります。で、ジュークに渡してシュート、ボレーシュート、パンチングで防がれますが、田畑くんが防ぐ。それをバビントンくんに渡す。ジュークに渡して、センタリングして、ネオン君来たが構わずシュート、ヘディングシュート、弱まった。これはちょっとやられるな。お、ここにバビントン君が待っている。翼君だ今度は。ミョン君来たが構わずドライブオーバーヘッド、決まりました。5対0になりましたね。さあもうほとんど時間ないです。もう1試合やって終わりかな。
さあバミントン君とジュウ君がつきます。2人とパスカットで1です。バミントン君がインターセプト、試合終了で勝ちましたね。5対0大勝です。さあレベル翼くんがレベル8になりましたね。ジュークもレベルアップかな。6番が来てが、これはドリブルで交換します。で、そのままバビントン君へ。さあこれで、ゴール前3人が出揃いました。バミントンがセンタリングを上げますが、これをスルー、その柵に渡るはずなんだけどな。これプラトン君だ。なんだ、なんで。あっと取られてしまう。ナイスジュウ君。さあもうほとんどゴール前ですからね、決めちゃいましょう。ジュウ君構わずシュート。サンパウロコーナーキック。バビントン君、ショートコーナーです。バチスタ君へ。これをジュークに渡す。構わずシュート。こぼれ球になってしまう。さあさあさあ、それを翼君が構わずシュート、ヘディングシュート。あっとこぼれ球だが、リマ君が、あ、リマ君がパス。さらにバチスタ君へ。バビントン君へ。バビントン君に決めたい。敵を4番が来ても関係ない。あっと取られてしまうか。
にわくんがつきます。にわくん頑張ってますね。関西いた。にんくんどこだ。ここだ。にんくん足が速いよな。トニーニョくんだった。これはブロックだな。フォロー。ハマラークナイス。トラップです。もう一回トラップ。マリーニ君へ。は、なんで。いや、トラップでいいんじゃないの。8番がちょっと空いたが、8番じゃなくてニマ君へ行きましょう。さらにすぐに6番のバチスタ君へ。バチスタ君とプラトン君のワンツー。おっと、またもワンツー。いや、今度は普通にプラトン君にパス。違う。無視した。勝手にシュートした。ネイ君どこだ。ここだ。邪魔をしたい。ネイ君、マリーニ君がつきましたね。パスカットかな。消えるフェイント。ブースターシュートだ。タッチ？ん？吹っ飛ばされたが、パンチング。どうだ、これ防げるか。ダメージした。ウィントン君へ。ジュウ君へ。黙ったがパスは成立。6番が気になるな。
リントン君もあるんだからプラトン君で行きましょう。あーっとカットされてしまう、インターセプト。パスカットかな。しやがった。敵強いな。敵の8番強い。敵の8番シュート打ちやがった。マリーニ君がインターセプト。セリが見えますね。翼くんに渡します。これ思い切ったことをする。翼くんの個人技、これシュート決まりました。1対1同点です。恐怖のワンツーリターン。だからこぼれ玉でプラトン君が防ぎます。それをジュー君に。ジュー君でもあんまりガッツがないな。ロスタイムだけですからね。ラストチャンスです。さあ11番がゴール前にいます。決めてほしい。プラトン君、さあ1対1だが、あー取られてしまう。これ玉になる。試合終了です。あ、試合終了じゃない、前半終了です。さあもう何回5回ぐらいパルメイラ戦やってるんで、そろそろ抜け出したいですね。突っ込みます。バミントン君か。バミントン君どうする。ブロックはここではないか。パスカットだな。お、2人と対戦。また消えるフェイント。どうだ。しかし、お、消えるフェイントを防ぎましたね、翼くん。
バビントンくんへ。あ、結構いい体勢かもしれない。さあ、ゴール前に集まってまいりました。というか、加藤くんがいる。シュート行きましょう。プラトー君ヘディングシュート。ダメですね。つきまとってんだがアマラウ君。パスカットで行けいいと思います。なんだそれ。いや、消えてるんだから、どうやって反則レフェリー見るんだよ。あ、ちょっと抜かれてしまった。思い切ってキャッチを試してみよう。あ、こぼれ球になる。ここトニーニョくんがトラップですか。シュートに備える。これがまだ。さあ、ネイ君がやばい、ピンチ。決まってしまった。ゴールを空っぽにしてしまいました。バビントン君へ。翼君へ。ジュー君へ縦パスです。で、これはドリブルで突破してもらう。一度バビントン君へ渡しましょう。高い、いや、まだ、トラップだな。ここで、ゴール前に集まってきました。ジュー君へ。敵は8番が来たがスルーです。キーパーバランスを崩したが、だが8番に取られてしまうんか。当然パスカット。これが取られてしまう。バビントン君ダメだ。相手に渡ってしまう。翼君、ダメだ。相手の方が動きが早い。もうネイ君に渡ってしまいます。で、トニーニョ君というこのコンビ。
さあリマくん最後の壁、これブロックで行こう。あ、ダメだ。ワンツーリターンか。トニーヨークに合わされる。ボレーシュート、当然パンチング。またくん、ロングシュート、ジューク決まった。完全にフリーになっています。ゴール前に来た。強いな。抜け出したと思ったんだけどな。やっぱり1対1になって抜け出す必要あったかもな。防ぐ防ぐ防ぐ。また反則か。しかもフリーキックでよかった。壁も選べるんだ。危ない。だがトニーニョクに決められてしまった。さあ試合開始再開ですが、もうほとんど時間ないからな。翼くんに渡して、ドライブシュート打ってもらおう。経験値稼ぎ。決まった。ひどいなこれ。さあ試合がですよね。知ってた。イグレミオ戦に逆戻りです。ちょっと待ってくださいね。
一応スコアメモ、チームデータ、あれレベルは誰も上がってなかったっけ。あ、上がってないみたいですね。あ、勝ったり負けたりして上げるしかないですよね。レベルがなかなか上がらないんだよな。ということで、まあ、今回はここまでにしましょう。4試合やりましたね。グレミオ戦とパルメイラ戦で、なんかグレミオ戦で勝ってパルメイラ戦で、負けての繰り返しですよね。まあ、ただだんだんとあのグレミオ戦では勝てるように圧勝できるようになってきたし、パルメイラ戦もあの2対3、最後の試合2対3でしたからね、1点差ということで、1戦目の今日の1戦目の2対5とはちょっと差を詰めてるんで、次こそパルメイラ戦を突破できればいいなと思います。はい、ということで、今回ここまでとあります。見ていただいてありがとうございました。この後深夜はファイアプロレスリングワールドの、リーグ戦ですね。おそらくイルミネーションマッチになるかと思います。そちらをの選手発表などを行ってそのまま試合に入ります。ぜひ見てください。よろしければツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。はい、そして、YouTube チャンネル登録高評価お願いします。また2日後に、12日に21時頃にプレミア公開でアーカイブ配信予定です。ぜひ見てください。ティスライブアーカイブアップロード2days afterMy YouTube チャンネル、My YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。TwitterX のアカウント持っております。Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。Twitch のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、My アカウント、Please visit.リポスト&フォロー&グッドボタンプリーズ。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。